おすすめのの東京のご飯屋ささんを教えてくださいサイゼリアと花丸うどんあの花丸うどんを超えるコスパの店ってアジアでもあんまりないんですよあのまあタイとかその屋台安いよねとか言われるんですけどタイの屋台でも今ラーメン食うと200円ぐらいするんですよねところがどこかは花丸うどんってクーラーが効いている清潔な店内でうどん食えるのに天かすかけ放題だったりするんですよ おかしいんですよ。明らかに家賃どうなってんのみたいなっていうのがあるので、あの花丸うどんは多分、あの世界レベルでもかなりコスパいいんじゃないかなと思います。